英語はすごい昔から喋りたかったんですけれども、なかなか話せなくて、何度もいろんなこう教材を買ったりとか、いろんなこうセミナーに行ったりとかしていたんですけれども、もともとどうして喋りたかったかって言ったら、やっぱり喋れる方がかっこいいなっていうのがやっぱりあったのが一番なんですけれども、まあ、その長い長いこの勉強をしている間に、まあ、英語を話す機会ってなかなかなかったんですが、たまたま外国の方と付き合ったりとか、まあ、仕事でちょっとそういう海外の人と触れ合うこともあったんですけれども、その時に結局全然なんか勉強してた割には何も喋れなかったなっていうのがあって、なんで喋れないのかなって言った時に、たまたま動画を、先生の動画を見て、もしかしたらこれならいけるかもっていう感じで始めたのがきっかけです。なんだっけな、なんかその話すのに、TDFC の話が出た時に、あ、そこかもしれない。なんか何度かこうオンラインでフィリピンの人とかと話をしたときに、しつこいぐらい何でも一つの話題についてしつこいぐらい話を聞いてきたんですけども、それが嫌で嫌で、なんでそんなにしつこく聞くかな、一言言ったらもう分かってよっていう感じだったんですけど、その理由が先生のその動画の中であって、あ、そういうことだったんだっていうので分かって、もしかしたらこの先生のレッスンを受けたら喋れるようになるのかなと思って始めました。まあ、3ヶ月って言って長いようで短かったんですけども、最初のうちはもう毎日やるのがちょっと若干苦痛になって、いつかサボっちゃうんじゃないかなと思ってたんですが、だんだんそのうち慣れてきて、なんか一応もう会社仕事終わって家に帰ってきて、お風呂に入るときにお風呂の中で動画を見たりとかっていうような感じで、なんとか続けられて、毎日少しでも英語に触れてたんで、なんとなく口が英語を話しやすい感じにはなってきたのかなという気はします。ただじゃあ喋れるかって言ったら、いやいやそこまでじゃないんだけどっていう感じがします。多分そんなに難しい長い時間やってるわけではないので、ちょっと動画が若干長い、30分ぐらいっていう長い時間もあったんですけど、比較的15分から30分ぐらいで動画が終わって、あとはちょっと自分で練習して録音するっていうフィードバックをするっていうのがあったので、なんとか続けられたかな。これが例えば動画だけでも1時間とかなってきちゃうと、もうそれめんどくさげなっていう感じにはなったかなと思います。ショートコントが良かったんじゃないでしょうか。まあ、塩原先生に初めてお会いして、まあ、とにかく英語は楽しいんだっていうことをいろいろと教わったとような気がします。本当にありがとうございました。ただまだまだその流暢に喋れるっていう、みんなが言うようなことがなかなかできないのと、あとはそういう話す機会がなかなか持てないので、できたらそういう機会も作っていただけると嬉しいなと思います。